皆さん、もしも朝起きた時、自分がヘビになってしまっていたらどうしますか？ちなみに僕は、世界一のヘビを目指します。やめてんだ！ということで、今回なんですけども、今回ですね、なんと、世界一長いヘビになっていく、ヘビのゲームをやっていくんですけど、これ実を言うとね、前にもやったことあるゲームなんだよね。そう。まあ、前回をね、超えたいと。もっと世界最強になっていきたいというわけで、今回はこのヘビのゲームをやっていこうと思います。ちなみにこの奥に進んでいくタイプのゲーム、なんつったらいいんだろう。これが好きだよっていう子は、これがチャンネル登録してて。さあ、それではやっていくんだけど、こう上にね、5って数字が書いてあるんだけど、これは僕の強さですと。戦闘力はまだ5しかないから、もうどんどん進んでいきましょう。で、このね、なんか変なボールをパクって食べるとね、成長していきます。さあ、そしてね、僕今10になって目の前に5のヘビがいるんだけど、この自分より数字が小さいヘビは、バクバク食べれると。うん。逆に今隣にでかいヘビいたけど、そいつは食べられないとね。うん。素晴らしい。さあ、これどうなる？あ、そうだ。これなんか巻きつけていくんだ。今回かける3ポイントしかいけませんでしたと。なおね。やばいな。なんか人食えるぞ。こんなのあったっけ？もう人を食って、もう残虐的に、もう人を食べるだけ食べて、巣に帰るとね。そうだ、これでダイヤ稼げるんだ。人を食ってダイヤを稼ぐという、うん。とんでもないゲームだね、これは。よし、みんなどんどんやっていくぞ。で、ちなみにね、この針とかの障害物にぶつかると死にます。うん、もちろんなんだけど。よし、目の前に4のやつがいるぞ。あばよ。パク。なんかこれさ、49とかさ、いるけどさ、これ食べれなくない？現時点で無理だよ、ナウで。またね、ナウで無理なので、ちっちゃいヘビができてしまったと。え、ちょ、待って、もっと長いヘビになりたいんだけど、僕。ちょっと。よーし、行くぞ。待って、みんななんか変な帽子あるんだけど。帽子かぶれた。なんだこいつは。よし、とりあえず、前のヘビを、早く食べたい。待って、今回結構でかくなりそうじゃね？プラス10からの、さらにそいつを食べたい！待て！ナイス！ 49 はだいぶ長そうだぞ。余裕があるね。いいよ、いけるよ。最後まで！いけませんでしたと。よーし、みんなどんどん行くぞ。アイボール食べて、3、5。この針当たったらマジ痛そう。足し算もある、今回。なるほどね。待て、今回いいんじゃない？もうすでに、でかいよ。なかなか。ボールパクリンチョして、最後に鉢もパクリンチョして、今回最後までいけるかな？どう思う？みんな。正直僕は、今の時点でもうね、いけないと思います。うん。おい、マジかよ！やっぱり道は険しいということか。とりあえずショップを見ましょう。うん。いっぱいあるね。炎のやつにしとか、僕、炎のやつ。これかわいい。さあ、そのね、マイナス10、引く10に触れないようにして、今回ボールがいっぱいあるぞ。これ全部集めたいね。で、多分このドラム缶みたいなやつに当たったら爆発するとね。うん。今回もダメでしたと。よし、みんなどんどん行くぞ。まだこのさ、赤い34とか食べたいんだけどさ、え、これもしかして、待ってたら来るパターン。なんかそんな気がしてきたぞ。待ってたら来るんじゃね？ 35 だったら僕今食べれるぞ。ちょ、ここで待っとく。来るかな？来い。早く来てくれ。もうゴールは目前なんだ、僕。しかもなんかヘッドホンしてるぞ、こいつ。うん、みんな。あれから、1年待ってたんだけど、来ることはなかったので、ゴールしようと思います。1年待ってたんだけどな、うん。もうこの動画ね、1年ぐらい今撮影してるからさ。はい、ダメでしたとね。え、待って、ゴールまでたどり着くのむずくない？めっちゃ。超難しいじゃん、これ。レッツゴー。さあ、今回はどうなるかな。多分ね、50とか60超えないと、一番最後のとこまで行くのきつそうなんだよな。これ今回超えないでしょ。はっ！待って、ワンチャンワンチャンワンチャン 49！ 49でどこまで行くんだ？かける5とかまで行ってほしい。お願い！ギリ。もどかしい。レッツゴー！待って、みんないるみんないるみんないる。これ食べれるじゃん。パクリンチョ。待って、これすごい！うねうねしてるぞ！パクリンチョ。え、待って、これどうやってやってもさ、宝んとこ行けなくない？ほら。今回誰もいなかったもん。でかすぎるやつとかね。さあ、今回ちょっとステージが変わったから期待できそうだぞ。麦わら帽子を食べていきますと。待って、これさ、19選手、待ってたら来る説ない。
お前止まんじゃねえ、おい止まっちゃうんだ。ある程度近づくと止まるから。なるほどね、多分追い越しちゃいけないんだきっと。無理じゃんそんなの。もう今回いかに我々はでかくできるか、そしてゴールできるかをもう競う。うん、ゴールしたいね、やっぱり。悔しいから。あとこれ食べれんじゃね？食べれたの、アイス。これ57だからさ、かける5ぐらいはいけるんじゃない、これ。もうここだよ、ここ。ここ重要。さあ、ナイス！うわ、惜しい。多分、60までいったらいけるわ、みんな。今回60目指そう。よし、みんな来たぞ。なんか変な帽子がある。なんか民族みたいな帽子ゲットしたんだけど。うん。なのこれ。さあ、14食べて。待って、これ足んなくね？ちょっと。これ49でしょ多分。足りねえ！もう足りなくてイライラしてきたので、人を食べていこうと思います。もうね、足りない。もう、宝箱のたどり着けれない。奥に。もどかしいからね。どんどん食べましょう。よし、みんな。僕たちは帰ってきた。ただいま。待って、これ全員食いたいな。でもこの49とか多分無理だよね。絶対。絶対こんなん無理じゃん。なんでなん？なあ。なんでなん？どうやって食べるん？あいつ。よし、みんな来たぞ。なんか今回いける雰囲気ない？ちょっと。蛇の数多い気がするよ。しかもね、僕の頭にね、冠がついてることによって、気分もアップしてるからね、これ。さあ、どうなる？これで15取ってどうなる？ 53！ いけるか？いけるのか？どうだ？待って、これいけんじゃね？はい。マジもどかしいんだけど、ラスト、いけそうでいけないよね、さっきから。なんなんだ、これは。待って、みんなこれ思ったんだけどさ、このヘビたちをさ、先に行かせたらどうなるんだろう。こいつらここで止まっちゃうわ。なんか。おい、ダメじゃねえかよ。こいつら止まるんだけど。みんな、ここ見て。もう、あれからね、64ステージまで来てるんだけど、もう一向にね、上がらないんだよ。もう一向に。もうこれはどういうことかというね。うん。って思ってたけど、これ最大のチャンス到来じゃない？ちょっと待って、60いけるぞ。これいけるんじゃない？ちょっと待って。これどうなる？言ってくれ、頼む。宝箱、これワンチャンあるぞ。はい、かける4、かける5。ここだぞ、問題は。行ってこい。ナイス！やったー！ちょっと待って。初ゲットなんだけど、嬉しい！はい、ということで皆さん。人間誰しも、あ、違う。蛇誰しも、やっぱりね、諦めない心を持ってるものが、最後に勝利するというね。うん、見てください、このもう、圧倒的、66。これまた宝箱ゲットしたんじゃない？これ。いけるんじゃない？これもう一個。おかわり宝箱ある。さあ、どうなる？はーい、来た、余裕だね。は、は、は、は。みんなね、諦めない心が重要だということが分かりました。ということで、この動画を見て、僕は私は絶対にヘビになりたくないなと思った子は、高評価チャンネル登録しててね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあな。